はい、どうも、激辛マニア、ユッキーでーす。今回、食べますのが、久々ですが、こちら、お菓子のカラムーチョなんですが、世界のカラムーチョというね、やつで、タイに売られているカラムーチョ。ね、こちら、タイ語でこう書いてありますね。で、こちらはですね、普通の、日本で、ここに書いてあるんですけど、辛さレベルがですね、日本のカラムーチョが一番弱いらしいですね。で、次に、台湾のカラムーチョ。そして、その次に、辛いのが、ベトナムのカラムーチョ。そして、一番辛いのが、タイのカラムーチョ。書いてあります。うん。タイのカラムーチョ、ホットチリ味。ということで。期間限定発売、世界で販売しているカラムーチョの味を再現したんじゃー、と書いてあります。ガーリックのうまさに際立つ辛さと酸味が特徴のタイ向けカラムーチョです。ね。書いてあります。ということで、こちらを、まあ、こちらはね、薬局で、売ってました。まあ、カラムーチョ僕大好きなんですけどね。よしと。いただきまーす。全然辛くないぞ。日本のカラムーチョと変わんなくね？何が違うか全然わかんない。あ、これ全然わかんねえな。1ミリもわからない。でも美味しいんですけどね。1ミリもタイのカラムーチョの方が辛いかって、言われても多分気づかないですね。あ、全くわかんねえや。これダメだこれ。まあ、ちょっと辛いかな、ぐらい。これダメだね、これ。これは酒のつまみにします。ということで、今回は、辛さ度数、激辛度数は10。ちなみに最大が100です。ということで、ご視聴ありがとうございました。